俺の区間は AWM。 はい、どうも、それです。今回はですね、お話ししていきますのが、皆さんですね、アイテムの補填、まあいろいろですね、ユーザーが不具合をこう思った時は受ける権利のあるアフターケアですね、消費者としては当然です。最近まあそうですね、補填の部分なんかちょろまかしてるなみたいな風に感じることを皆さんもあると思います。まあ、僕も触れなくて困っているんですけれど、今回はまあその親行動に限った話ではなくて、まあ一般論としてどうやって運営側にですね、補填をさせていくか、これについて話をしていこうかなという風に思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まあ、今回話していくのは、まあ、あくまで、小屋行動とか、小屋行動運営に限った話ではなくて、まあ、あくまで一般論ですね。大きな企業が、ま、雑なことをして、まあ、補填とかそういうアフターケアがなかった時に、どういうことをしていくのか、そして、その、今までありました実例ですね。それを今回はまとめていこうと思います。まあ、大体ね、補填っていうのはするべきなんですよね。サービスに対してお金を払っている消費者がいるのであれば、もしもそのサービスに不具合があって、まともなサービスを受けることができない。はい。まともなサービスを受けることができなかったら、そこに対してお金を払う必要っていうのが、まあ、当然あると。お金だったりとか、まあ、それと同等のものですね、はい、それを埋め合わせる必要がある。これがまあ補填なんですけれども、まあ、基本的にそういった形になっております。しかしですね、まあ、世の中に存在する企業の中ではたまに、まあ、そういう補填だったりとかアフターケアを踏み倒してしまおうみたいな、そういった企業というのもまあ存在するんですよね。まあ、アフターケアっていうのはそこでまあ金銭が発生するっていう部分もまあ当然そうですし、プラスして人件費とかそういった部分でどうしても経費がかかってしまいますので、短縮できる、節約できるのであれば節約したいというふうにどこの会社も思っているんですよね。はい、なるべくそこに対して触れたくはないよねっていうふうにどこも思っています。まあ、そんな中で、まあ、踏み倒すっていうですね、あのパワー的行為をまあ繰り返しているような企業っていうのは世の中、まあ、意外と多くありまして、大手の企業でもたくさんあります。そういった企業に対して、まあ、消費者ができること、そして日本人があまり取らない行動ですね、それがあるんですよ。それが不買運動です。はい、この企業の商品を買わないようにしようっていう、そういった運動です。ただ日本人はあまりこれを行うことがないですね。まあ例えば和を求めるっていうですね、そういう思考回路もあると思いますし、まあ、そういう活動に精を出している人はどうなんだろうっていう、日本人がですね、まあ思っている、まあ思想部分ですね、はい、文化というかそういうのがありまして、あまりですね不買運動というのを起こそうっていう人がいないんですけれど、まあ本来はこれも消費者の権利ですので、まあ全然起こしていいんですよ。はい、まあストライキとかもそうなんですけれど、日本人そういうことをする人っておかしいよねみたいな、人間としてちょっとどうなんだろうっていう風にまあ思うような、そういう流れがあるみたいな、和を重んじる、まあ小さな国の中で、小さな土地の中で生活していくにはそういう風な思考回路になっても仕方ないとは思うんですけれど、しかしそういう権利を皆さん持っているんですよね。そしてそれがまあダメなんだと、ストライキとか不買運動がダメなんだっていう、そういう思考回路をうまく利用されて踏み倒そうとしてくるような企業というのは世の中に多く存在すると、中に多く存在してしまっているっていうのが、まあ、現状の日本なんですよ。ですので、もしもそういう不満があるのであれば、そしてその被害を被った方が多いのであれば、まあ、全員でその一致団結して不買運動を行っていく。僕はもう課金しません。なぜならこうだからです。だからみんなでもう買わないようにしましょう、商品やサービス、これに対してお金を払わないようにしましょうとすることによって、まあ、企業側は2つの選択を強いられます。そのまま補填をせずに不買運動を続けられて、ネガティブキャンペーンを行われると、はい、ネガティブキャンペーンを行われることによって不買運動を行っていない人たちもお金を徐々に入れなくなってしまって売り上げが下がる。その道を選ぶのか、まあ、素直に謝罪をして補填をするか、はい、どちらの損失がいいですかっていう選択を迫られます。で、大体ですね、補填の方が、まあ、かかるお金としては少ないです。まあ、ですのでそういった部分もですね加味して、大体ですねそこまでされると企業も動かざるを得ないというのが、まあ、どこの国でもあります。まあ、日本でもですね、ちょっと前に不買運動というのが一度行われそうな時っていうのがございました。それがまあスマートフォンゲームであるグランブルーファンタジーですね。はい、グランブルーファンタジーは前にですね、まあ、ガチャの確率をちょろまかしているっていう、そういう疑惑があって、まあ、これを証明しようとしたユーザーがいくつかいらっしゃったんですよ。で、その結果実際そのちょろまかしていて、記載されている確率よりも指定のアイテムというのが出ない、指定のキャラクターというのが出ないっていうですね、その仕様が暴かれました。それと同時に、まあ、それをちょろまかそうとして運営側が細工をしていたっていうこともバレて、じゃあグランブルーファンタジーの商品買わないようにしようと、不買運動を行ってしまおう
っていう流れができていました。はい。で、ずっとですね、踏み倒そうと思って沈黙を貫いていたグランブルファンタジー運営も、まあ、さすがに不買運動まで行われてしまうと、痛手が半端ないことになってしまいます。それから先、そのゲームをしてくれる人っていうのも減ってしまいますので、やむなく補填の方に踏み切って、補填されてからは徐々に不買運動は行われずに沈静化していったといった形になっていたんですよね。はい。まあ、このように、まあ、大きな企業を動かすことができるのが不買運動というわけですね。はい。ですので皆さん、そういう選択肢も世の中には存在するということを、まあ、知っておいた方がいいのかなというふうに思います。まあ、そしてプラスですね、まあ、不買運動っていうと、最近韓国の方で日本のですね、製品の不買運動をしよう。こういう流れっていうのも、まあ、ずっとございましたね。はい。少しずつそれも緩和されてきている状況なんですが、まあ、依然続いている流れと、はい、不買運動という流れというふうになっております。まあ、これもやっぱり日本企業にとっては、まあ、結構痛手でした。日本から韓国に進出していた企業とかは、これに対しての、まあ、活動のですね、まあ、自粛だったりとか、まあ、いろんなですね、行動の制限というのが出てきてしまったわけなんですよね。まあ、売上下がっちゃいますから、できること減っちゃいますからね。まあ、ですので、そうやってですね、まあ、企業に痛手を与えるっていうことが、まあ、消費者が唯一できる行動が、まあ、こちらになるという。いうわけなんですよ。これをされないために、まあ、アフターケアっていうのは、企業するべきなんですけれど、まあ、最近まあ、そういうのをね、まだ踏み倒してもいいだろうっていう流れも出来上がっちゃってきているような状況下になっておりますので、まあ、皆さん、ぼちぼち、その手段、取ってみてもいいんじゃないのかなっていうふうに、僕は思いますね。はい。で、今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。荒野じゃ売名しないと5万再生まず庶民 YouTuber は無理。他のジャンルならいけるけどと。まあ YouTuber、今回じゃあ YouTube の話ちょっとしましょうか。YouTube で今から始めて5万再生は正直無理です。うん。絶対に無理。あ、まあ、絶対ではないか。うん、可能性はあるけれど、まあ、率としては低いですね。はい。今回の荒野の光、まあ、現状5万届いている人もかなり少ないっていう風になっている現状ですね。まあ、厳しいかなっていう風に思いますが、まあ、しかしですね、これから先 YouTube を伸ばしていく上でっていう風に考えると、まだできることはありますね。まあ、やっぱり伸び率は低いですね。その数字的にですね、荒野行動全体が持っているものってのは、まあ、前世紀と比べるとかなり下がりましたね。昔やったらなんか裏技動画とか攻略動画みたいな、まあ、出し寄ったらですね結構伸びていたんですけれど、今はもう違うもんなっていう感じですね。まあ、荒野行動やっていない人がまあ多いんで、まあ、ちょっとなんか微妙だなっていう。まあ、ただですね、まあ、大手どころがまあコラボとあと長い間ライブするっていうところ、まあ、この2つにですね絞って動画出している現状で、ということはつまりはそれ以外の部分だったら伸びしろがまだあるっていうことなんですよね。はい。まあ、僕みたいなまあ情報系の人とか、まあ、僕を情報系に入れていいかまあ微妙ですけれど、解説系動画ですね。まあ、解説も、まあ、なんて言いましょうか、荒野行動をよくしている人向けの動画ではなくて、荒野行動をやっていない人が、おお、そんなこともあるんだっていう楽しめる系の動画だったら、まだ結構伸びしろっていうもの自体はあると思いますんで、そこが狙い目かなっていう風に、まあ、僕は個人的にやっていて思いますね。対外向けの動画って意外と荒野行動なくて、荒野行動の動画って基本的にですね、まあ、内側向けの中だけの動画っていうのが多いですので、対外向けになんかその歴史を語る動画みたいな、荒野行動の、そういうのやったら、まだ結構伸びしろはありそうですね。僕の動画とかも結構いろいろデータとか見るんですけれど、荒野行動やっていない人が結構見ている割合ってのが大きくて、フォートナイト勢とか、エイペックスやっている人とか、まあそこら辺の人が意外と見てらっしゃるんですよね。意外で。データがあるんですよね、そういうアナリティクスで。まあなんとなくこんな感じってのが見れるんですけれど、まあそこら辺が多いみたいで、参考になるなと思いました。まあなんで、持っている数字は少ないにしろ、伸びしろ伸ばす方法自体はまだあるっていう感じですね。はい。で、次ですね。イベントが多いところはいいと思う。ただ、ガチャの確率が低かったり、金券配布が少なかったり、なんか惜しいところで荒野運営失敗しているなって盛り上がりに欠けているように見えちゃう。これなんですよね。スタートダッシュで失敗しましたよね。はい。大体ですね、まあこういうゲームの運営ってイベント二通りのパターンで仕組んでくるんですよね。はい。仕組んでくるってまあ言い方悪いですけれど、仕込んでくるんですよ。まあ一つ目のパターンは一番最初にバンとインパクトのいいものっていうのを持ってきて、そこから始めていくパターンと、もう一つが最初は微妙だけれど徐々に上がっていってで印象を良くしていくパターンですね。この二つがあるんですけれども、荒野行動運営は、まあ、多分後者のパターンをおられたと思うんですよね。はい。まあ、そっちもそっちでですね、いいことっていうのはあるんですが、ただ荒野行動運営勘違いしていたのは、最初に微妙なものを持ってきて上がっていくみたいな。要は悪いところからいいところに持っていくっていう手法を使うとしても、荒野行動ってそもそも印象がすでに悪いんですよ。悪いところから始まってるのに、さらに自分で下げちゃってるんですよね。はい。でそっから伸びていったところで、一番その伸びしろとなる部分が形状
常時の盛り上がり、平常時の印象の良さぐらいにしかならないんで、これはね、握手なんですよね。もしも今回その、いろんな手法を取りたかったのであれば、先ほどの手法で言うと、前者の最初にバンって持ってきてからのっていう方が、絶対僕は良かったと思いますんで、完全にこれはね、間違えましたね、こういう行動運営。どんまい。で、次ですね、当選のってほぼほぼ初期赤とか、精鋭5以下の人がほとんどだけれど、あえて選んでいるんですかねと。まあ、僕がわざわざ言わんでもわかるっしょ。まあ、そういうのがあったところで、僕はまあいろいろ活用しようっていうのはまあ思ったことがございませんので、まあお察しかなっていうふうにはまあ思ってますね。はい。まあ無料要素なんで、あくまで。僕らがそのお金を払ったりとか、まあそれによってまあいろいろ買ってくださいねっていうことをしているわけではないんで、基本的に何にもその咎められることっていうのはないんですけれど、まあこういうところをね、調べるといろいろわかりますよね。はい。まあ、こういうの動画にしよっかなって思う時があるんですけれど、なんだかんだですね、攻め手にかける部分っていうのが、まあ意外とあったりするんですよ。いや、ここの部分でももしもこれだったら違うもんなみたいな、俺の言うことが間違いっていう風な考え方もできなくもないもんなっていうですね、最後の最後の一手で予防線ができるような、予防線を作れるようなことをですね入れてこられていますので、現状そういう動画を作れないんですよね。うん、これできるけれど最後のここが違うんだよなみたいな感じで思うことがあって、まあ、そのうち思いついたら作りますね。で、次ですね、言い逃れができても俺らプレイヤーから見たらいい感じはしないよなと。そうなんですよね。コア行動運営、まあ、自分たちが逃げれるような形でシステム組んでから、まあ、イベントとかいろいろされていることってのは多いんですけれど、まあ、プレイヤーは気づいてますからね。いくらその低年齢層が多いからといって別にですね、気づかないっていうことはなくて、まあ、なんとなく感じてはいるんですよね。まあそういうのが積もり積もって、例えばゲームから離れてしまったりとか、まあ大人になってから、でも昔やりよったこのゲームの会社のゲームだからするのをやめようとかですね、そういう印象が積もり積もって悪い印象になって、いざっていう時に損してしまうことっていうのが結構あったりするんですよね。はい。まあ例えばですね、まあパズドラっていうゲームがあるじゃないですか。運営会社はガンホーですよね。はい。そんなガンホーはパズドラをスマートフォンで流行らせる前に、パソコンで出していたとある大ヒットオンラインゲームっていうのがあったんですよね。それがラグナロクオンライン、まあ、RO っていうですねゲームがありまして、かつてはそれがですね、まあ PC 界 PC ネット界のまあ頂点みたいな感じだったんですけれど、まあ、RO の方もまあアップデートの解約だったりとか、まああまりにもひどすぎるですね、まあ金銭の搾取によってものすごい悪い印象っていうのを募らせていたんですよね。でそこからのパズドラリリース、最初はまあ RO のラグナロクオンラインの運営のゲームだもんなっていう気持ちで始めていたプレイヤー、いざ蓋を開けてみたらまあ結構いいゲームだったんですけれど、まあそっから曲芸師問題とか、まあ様々な炎上理由っていうのが、まあパズドラもありました。そこですぐに燃えてしまう理由っていうのは、まあ、やっぱりですね、ラグナロクオンライン時代からヘイトを貯めすぎていた、この一点に尽きるんですよね。まあだからこそプレイヤーから信用されない。だからこそ今は落ちぶれてしまっている。まあそういう現状、絶対に背景としてはあると思います。荒野行動運営も、まあ今後ですね、コンシューマー用のゲームソフト開発スタジオ、オーカスタジオっていうのを日本の中に立ち上げて、まあそこにですね、入るようなクリエイター、ゲームクリエイターっていうのを雇って、まあ、大きなですね、大規模展開をしていこうとされているんですけれど、今この現状、荒野行動にこういう現状がある中で、そこをスタートさせて、まあ、ゲームをリリースして、それでうまくいくのかって言われると、僕は保証できないかなっていうふうに思います。